はい、こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル、7月28日水曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円。そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベードル。最後に新興国通貨のメキシコペセン、南アフリカランド円。 トルコ、リラエンの順番で解説をしていきますのでよろしければ最後までご視聴ください。昨日の為替相場はニューヨーク時間になっても円高方向株式相場の下げとともにリスクオフの動きが続いた状況でございますが本日の、ね、東京マーケットは若干反発しその後は方向感のない動きというところで FOMC ですね 今日は27時から FOMC がありますので、まあ、それに向けて、ね、徐々に動きが止まってきた、ボラティリティが小さくなってきたということで、ね、結論を先に申し上げておきますと、今後、ね、FOMC までは特に大きな動きがないということで、デイトレのねのトレードの方は少し控えておいた方がよろしいかなと思っているところでございます。 まあえー、と個別の、ね、解説の方は後々していきますが、まずは全体の相場感ということで、ね、株式相場、長期金利を、ね、見ていきたいと思いますので、世界の株価サイトをご覧いただきましょう。はいえー、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、マイナス85ドル。 終わり値で3万5000飛び58ドルということで、わずかに0.24%下げまして、1日の取引を終えました。えー、ただね、終、え、始、ー、マイナス圏ということで、えー、ちょっと株式相場の方はね、調整気味ということではございますが、まあ3万5000ドルをなんとかキープしていたという状況でございます。えー、そして本日の東京マーケット、日経平均は下げました。日経平均は前日比、マイナス388円。 終わり値で27,581円ということで1.39%。えー、こちらもね終市マイナス圏。そして5番になってから、えー、さらにね下げ幅を広げまして1日の取引を終えたというところでございます。えー、このような形でねダウも日経も下げまして長期金利の方もね1.3%近くまであったところから今は1.2%前半の1.23。 まあ、こういったリスクオフに伴いまして、円高が進行しまして、ドルの方もね、110円を昨日は明確に割り込んだ後、一時は109円60銭ぐらいまで下がって、今は若干反発。徐々にね、値動きが小さくなってきているという状況でございますので、今後のね、トレードポイントも含めて、まあ今日はね、デイトレはあまりトレードをお勧めしないというのはね、お話した通りでございますが、念のためね、こういったところも説明していきたいと思いますので、ドル円相場のチャートから見ていきたいと思います。 はいえー、まずね、クロス円の4ペア4通貨の、えー、先頭バッターはね、ドル円相場、えー、チャートを見ていきましょう。えー、ドル円の方はね、えー、昨日ちょうどライブでもお話をしておりましたが、えー、ちょうどね、110円のサポートが入った後ですね。 こちらのところでサポートが1回110円付近で入った後明確なサインですね移動平均線の下側で陽線から陰線のサインが出まして下方向にね一気に割り込んで2回目で110円を大きく割り込んで一時は109.60ぐらいまで下がってしまったというところでございます こういった形でね、ま、110円、反発が弱かったというところもありましてね、2回目でストンと割り込んでしまう。そして、少しばかりね、ニューヨークマーケットの後半から東京マーケットね、反発する場面もありますが、110円、昨日割り込んだ、こちらのね、切り板に回復することはできない。ま、今後ね、昨日の安値と、この110円の間をね、ま、うろうろする相場で終わってしまうような FOMC までの動きと考えております。 よってですね、普段であれば移動平均線に今ね、こちら当たっておりますので、右下下がりの移動平均線で、要線、因線でショートと言いたいところではございますが、今日はね、大した動きはもう出ないと思いますので、スキャルピングでね、ちょこちょこやる分にはいいと思いますが、上はね、110円。 そして、下は昨日の安値の109円60銭ですね。まあ、このあたりをうろうろする相場かなと思いますので、これから移動平均線の方も大した動きがないということでね、まあ、徐々に横ばいになってくると思いますし、あと、こちらの平均足のチャートに関しましては、110円に行くか、 えー、109円60銭に行くパターンもあると思いますけどね、まあ、このあたりをうろうろする相場だと考えておりますんで、積極的なトレードはしなくてもいいかなと。まあ、あえて言うのであればね、110円ぐらいでレジスタンスを食らったところ、ここでね、一旦ショートを取れるかなというところと、あと、この109円60銭ぐらいでサポート、陰線から陽線になったらロングが組めるかなというところがね、一部ありますが、もうこれはね、10ピプスぐらいでえしっかりとね、利確をしておいて、その後、 はね27時の。えー FOMC。こちらに備えた相場ということでね、ポジションを軽くしておく必要があろうかと思いますね。もちろん FOMC の方はどちらに傾くかわかりませんが、また夜のライブの時にね、こちらの方はどちらに私は、ね、トレードしていくかというところをね、一応想定しておいてね、その想定通りの動きになったらポジションを取ろうかなと考えておりますねで、今は上は110円、下は109円60銭。このあたりのレンジを動くことを想定しておいてもよろしいんじゃないか。偏ったポジションもございませんので、 27時までは、えー、ここのあたりをうろうろする相場になるんじゃないかと考えておりますのでね、えー、皆さんの相場感と合わせて参考にしてください。はいえー、以上でね、えー、ドル円相場の解説を終わりまして、続いてユーロ円の解説に入っていきましょう。 はい。え、ユーロ円の方もね、え、昨日は、え、こちらのチャートのところをね、ご覧いただきますと、移動平均線の下側で、1回ね、要線、陰線、そして、130円のところでもレジスタンスを食らったので、まあ、ここの部分だけね、一旦少しばかりの利益を取れた方もいらっしゃるかもしれませんが、ただね、今のところは、え、こちらね、移動平均線にレジスタンスを食らっておりますが、ボラティリティはね、かなり縮まってきておりまして、まあ、三角形の こういった三角、えー、フラッグと、えー、ペナントということで、えー、徐々に値動きが小さくなってきたというところでございます。 よってですねこちらのユーロ円の方も、これからのトレードというのはね、特に動きはないというところでございますんで、まあ、強いて言うのであれば、やっぱり高値は、昨日レジスタンスを食らいました、この130円あたりですね、このあたりと、あと下方向は129円50銭の少し上、まあ、昨日ね、上髭が出ましたが、129円60銭ですね、こちらもドル円と同じように40ピプスとなりますが、今後はこのあたりをうろうろするような相場だと考えております。 のでまあ、えー、トレードをねどうしてもしたいという方は130円のレジスタンスでショ、えート129円60銭でサポートが入った場合陰線陽線が出た場合に、えー、ロングと、えー、してよろしいかなと思いますのでまあ、えー、おすすめはしませんがねこういったレンジ相場を想定しておく、まあ、そういうことであれば移動平均線の方はね今右下下がりでございますがあまり動きがなくボリンジャーバンドも狭まってきておりますのでね、まあ、これから移動平均線は横ばいになって、まあ、その上と下をね え平均足の方はうろうろして移動平均線を挟みながらというところでございますね。えー、今日は移動平均線にレジスタンスを食らってからも、食、えー、らってからといってね、こちら129円50銭を割り込むようなことを期待してショートを取るというのは、一旦ね、えー、やめておいた方がよろしいかなと思いますね。FOMC に向けて、好動きになるところを想定してポジションを取っていただければと思います。はい。えー、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続いて、えー、唯一ね、強かったポンド円の解説に入っていきましょう。 ポンドの方はね、きのはドル円とユーロ円と違いまして、移動平均線を抜けるというところでね、こちら、反発したところですね、152円のレジスタンスを食らうかと思いきやですね、一気に152円を上抜けますと、移動平均線も抜けてしまうということでね、こちら、152円50銭、ちょうど月曜日から火曜日にかけての高値付近まで上がる場面がございました。 ユーロや米ドルに関してはね、一旦はこの高値から下方向に下がっているんですが、えー、ポンド円に関しましては、こちらね、高値張り付きということで、152円50銭付近でうろうろしている。まあ、こういうことであればね、152円50銭を上抜けする可能性はありますが、ただね、FOMC 前ということでございますんで、まあ、上方向を積極的に、ね、抜けていく可能性は低いというところでございます。 ただ、トレードを考えていくんであれば、やはり高値付近でございますので、この高値付近のショートというのは控えておいた方がいいかなと。もちろん相場には絶対はございませんので、いくらボラティリティが小さくなってきているからといってもね、ちょっと仕掛け的な動きが入るかもしれません。 具体的にはね、152円50銭、今までね、こちら上髭で戻されていたというところがね、ありますが、一応警戒しないといけないのは、152円50銭を抜けたところで一気に上方向に走るところがあり得るというところでございますので、こちらのね、ちょっと高値をね、拡大してみますと、15分足ご覧いただきますと、 これ、152円60銭ぐらいでございますね。再度、この152円、えー、60銭を、えー、上回るようなところがあれば、ここはね、ショートは取らず、ロングで1回追いかけてね、まあ、お遊び程度に10ピプスから20ピプスほどね、えー、逆差し値のロングで狙っていくところ、まあ、こういったところをね、えー、想定してもよろしいかもしれませんし、逆を言えば、それ以外の動きがあった時には、ポジションを取らない。152円60銭を上抜ける場面だけね、えー、逆差し値でロングを狙っていく。まあこういった たパターンでよろしいかなと思いますのでね。ちょっとこのあたりね、他のドル円とユーロ円と違うところでございますが、高値張り付きのところ、こういったところは、ショート勢がね、一旦ロスカットを、えーまあ、強制ロスカットを食らうような動きがね、仕掛け的なところが入るかもしれませんので、152円50銭を超えたところで警戒して、152円60銭、こういったところで一回ロングで10ピプスから20ピプス狙っていくのみ。 えこういったところにね絞り込んでもよろしいかなと思いますんでね o m c 前にはポジションを整理していただくようよろしくお願いいたしますはい、えー、以上でねポンド円の解説を終わりまして、えー、クロス円の最後5ドル円を見ていきましょう はい、えー、5ドル円もね、ベイドル円とユーロ円と同じようにちょっと弱い相場になっておりまして、えー、昨日の、えー、これもね、ライブのタイミング21時ぐらいでございましたが、移動平均線の下側で、要線から陰線というね、サインが出て1回下方向に行きましたので、まあここでね、利益を出した方もいらっしゃるかもしれません。 ま、引き続きね、東京マーケット反発したところで、81円付近でね、移動平均線付近で要線陰線ありましたが、今ちょっとボラティリティがかなりね、小さくなってきているということで、こちらもね、あまり大きな動きがなく、今は移動平均線付近をうろうろしているというところでね、やっぱりトレードには適していないかなというような環境でございます。まあ、とはいってもね、直近の値動き見ていただきますと、 えー、今日のところ、一回レジスタンスを食らいました、えー、81円ですね、えー。ここがレジスタンスラインになろうかと思いますし、あと下方向は80.60ですね。 えこちらのところが、えー、今日と昨日の安値ということで、まあ、この辺りをうろうろするような展開かなと思います。えー、そして移動平均線の方も、今右下下がりですけどね、まあ、こういったボラティティがない相場であれば移動平均線も横に寝てくると思いますので、まあ、この移動平均線を挟みながらレンジ相場になる可能性が、えー、FMC までね、えー、強いというところでございますの、ね、で、まあ、上に行くか下に行くかはわかりませんが、えー、上値の方は81円、下値は80円60銭ですね。えー、こういったところ ところで、えー、要線から陰線でショート、陰線から要線で、えー、ロングということでね、まあ、これもお遊び程度にね、10ピップスぐらい取る形でよろしいかと思いますんでね、まあ、あまり、えー、積極的なトレードをせずにですね、まあ、少しばかりやりたい方は10ピップスぐらいね、まあ、これはあのー、大きな動きがないと思いますんでね、逆張りでよろしいかと思いますんで、まあ、そこを狙うのみでよろしいかと思いますんで、えー、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上でね、えー、ドル、えー、クロス円の4ペア4通貨の解説を終わりまして、続いてドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。はいえー、ドルストレートでございますが、こちらもね、はっきりしてない、いない相場ということで、まあ、ほぼね、クロス円と同じような形で、えー、ポンドだけ強くて、えー、ユーロドルや5ーードルベイドルは方向感を失っているというところでございます。えー、まずはユーロドルを見ていきたいと思います。 はいえー、ユーロドルに関しましては、えー、昨日はね1.18を上回ってきた、ちょっとね、意外でしたよね、1.18を下回った時には一気にね割り込んで、その後ね、綺、え、麗、ー、な V 字回復で倍戻しということでね、えー、なかなかこのあたりは読めなかったかなということで、まあ、昨日の、えー、私の解説のところもですね、一旦ね、えー、反発したところで、えー、1.18、えー、こちらの、ね、移動平均線を下回ったところで、レジスタンスだったら、えー、ショートと。 というところもね、えー、お話しした、まあ、LINE でも送らせていただいたんですけど、まあ、これを裏切るようなね、一気に上方向に上がってしまったということで、ちょっとね、ショートが取れなかったかなという状況でございます。 まあえー、過去の話はね、まあそれまでにしておいて、えー、今後ね、昨日の後半から、えー、今日にかけては、えー、やっぱり1.18、ここがサポートになるかなというところと、まあ直近の高値ね、1.1840ぐらいまで上がりました、えー。これ大きく動いてるように見えるんですけどね、まあこちらの方はメモリを見ていただきますと、ここからここまでがね、えー、約40ピプスというところでございますので、 まあそこまでね、えチャートの動きの割には動いていないというところでございます。まあよってですね、えユーロドルのところはドルストレートでございますので、FOMC には大きく動くと思いますが、それまではね、やはり下は1.18、上は1.1840。まあこのところをしっかりとね、えレンジを動くかなと思いますので、今ね、ちょっと下がってきておりますが、1.18付近で陰線から陽線に切り替わるところがあれば、これもね、10ピプスから15ピプス狙ってロング。そして、 えこちらね、えー、上値まで上がったところ、1.1840ですね。えー、ここまで上がってきた場合には、えー、要線から陰線になったらショート。えー、本日はね、移動平均線は、えー、無視したようなね動きになろうかと思いますんで、移動平均線をあまり加味せずにですね、えー、直近の高値と安値で、えー、このあたりはね、えー、逆張りをしていって、えー まあ、適当なところでポジションを整理しながら、えー、27時の FOMC に備える、えー、このような考え方でよろしいかと思いますのでね、えー、一つ、えー、このあたりねレンジ相場が好きな方は、えー、挑戦してもよろしいんじゃないかと思いますので参考にしてください、はいえー、以上でねユーロドルの解説を終わりまして、えー、続いてポンドドルの解説に入っていきましょう はいえー、ポンドドルの方はね、ユーロドル以上に激しい上げというところで、えー、昨日もね、一旦は移動平均線を下回る場面ですね。えー、ここの部分割り込んでしまいましたが、えー、こちらもね、倍戻し以上の、えー、大きな上昇ということでね、まあ、ドルが弱いというところもありますが、それに加わり、えー、ポンドが強かったというところでね、えー、ポンドドルは、えー、最大のね、えー、はめ込みみたいな形になったというところでございます。 えー、そして、昨日の状況からね、ちょっと高値付近で張り付いていますので、まあ、ここはやはりやってはいけないのはショートですね。 えこの辺り、ショートを組んでしまいますと、もちろん下げる可能性もありますけどね、いや,えー、やっぱりこの辺り、高値付近をうろうろしている中で、上方向にね上がった場合は、一気に踏み上げ相場というところでね、上方向にか、えー、っ飛んでいくと思いますので、えー、ここのところはね、ショートは避けていただいて、逆に、えー、この1.39付近までね上がってきたところ、大きな動きがあれば、思い切ってね、えー、ロングを取って、 まあこれもお遊び程度でね10ピプスから20ピプス取るようなえ考え方でねよろしいかと思いますのでねまあショートはダメよというところでございますのでちょっと高値付近のねショートーこのままねまあ FOMC のところもわかりませんが一旦上方向にね刈り取るような動きが出てくると思いますので逆にそれを利用してロングを取っていくという考え方でよろしいんじゃないかと思っておりますのでねむしろ高値付近の1.39付近だったらロングで10ピプスから20ピプス狙っていくまあそのような考え方でよろしいかと思いますんで よろしくお願いいたします。はい。えー、以上でね、えー、ポンドドルの解説を終わりまして、えー、最後にね、えー、5ドルベイドル、えー、こちらドルストレートの最後を見ていきたいと思います。まあ、一言で言えばね、えー、5ドルベイドルの1時間足、これはレンジ相場でございまして、もうラインをね、すでに引いてある、まあ、ずっとね、ここのところを引いておりますが、えー、上は0.74、ちょっと下側ですね、えー、0.7390、えー、ぐらいですね。 こういったところのレ,レジスタンスと、あと下方向は、まあ一部今週もね、割り込むところがありましたが、基本的には0.7350。ここのレンジ相場でよろしいかなと思っております。ちょっとね、上値が弱いというところ、切り下がっておりますので、ここのところは三角フラッグのような動きをしておりますので、ね、上値の方は少し重い。 そして、下方向に抜けるところを、これはね、備えておかないといけないかなというところでございます。まあ、ポンドドルとね、全く逆方向で、ポンドドルはね、上に警戒しましょうというところでございますが、ゴードルベイドルはこちら下抜けにね、注意しましょうというところでございます。まあ、とはいってもね、FOMC でこちらドルの方が中心に動いてきますので、 そういったところを考えますと、今のところで積極的にこの下値でね、逆張りのロングをするとか、上値でね、上方向に行った時に逆張りでショートを取る。こういったところはね、5ドルベードルはもう考えなくてよろしいかなと思います。所詮ね、あまりレンジの範囲は広くないというところでございますので、今回はおとなしく FOMC までね、様子見をしておいた方がいいかなと。ただ、ロングに関しましては、この0.7350割り込んでしまったら大きくね、走ってしまうかもしれませんので、 このあたりはね、注意をしていただければと思いますので、ちょっとこのあたり、ロングを持っている方はね、ポジション整理も含めて、FOMC 前にはある程度ね、ポジション整理を進めておくことをお勧めしたいと思います。はい、以上でね、ドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして、最後にね、新広告通貨、こちらはね、もうサクッと説明をしていきたいと思いますので、チャートの方切り替えていきましょう。 はい、えー、こちらで、えー、進行新興国通貨、まずはメキシコペソ園でございます。もう、えー、右側の15分足、えー、1日の時間軸と、あと、冷やしチャート、約半年間の時間軸のみで解説をしていきます。まず、1日の動きを見ていきますとね、えー、一旦下方向に、えー、触れる場面があったメキシコペソ園ですね。えー、ちょっとターゲットの5.45までは下がりませんでしたが、えー、波を打ちながらね、5.5、えー、から、 5.47ですね。30ピプスの間をうろうろということでね。こちらも方向感が徐々にボラティリティがなくなって、方向感を失っているというところでございます。そして、何度もしつこい形となりますが、今後のトレードポイントに関しましては、今年入ってからのねレンジ相場が切り替わったというのはね、過去の動画でもお話し,しましたが、1月、3月は5.0から5.3というね、この赤いレンジでございましたが、4月以降ですね、一気にこのね、えー レンジ相場が0.3円ね上がりまして、今までのレジスタンスだった5.3がサポートになって、それで5.6までこちらね0.3円上というところでレンジ相場が形成されている。結論はこの5.45、真ん中の5.45であれば、過去のサポートラインや、その前にもですねサポートライン、その前にはレンジ相場の上限ということでねレジスタンスがあった。過去のレジスタンスやサポートはこちらもね上方向から降ってきますとサポートになりやすいということで、 5.45。ここでね、ロングを取って、5.3円ぐらいでもね、また追加でロングを取れるような状況であればよろしいかなと思いますのでね、ショートをお勧めしない新興国通貨でございますが、地合いが悪いところでね、5.45よりか下側でね、ロングを拾っていてで、基本的には移動平均線付近まで戻ったところがあれば利益確定する。このような考え方でよろしいかと思いますのでね、まあ、今はジタバタせずに下がったところ、5.45を下回ったところでレバレッジに余裕を持って ロングを仕込んでいくこのような考え方でよろしいかなと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。はい、以上でねメキシコペソ園の解説を終わりまして続いて南アフリカランド園の解説に入っていきましょう。 はいえー、ランド円の方もね、えー、こちら15分足1日の時間軸見ていただきますと、昨日ね、大きな下落がありまして、えー、7.4円を、ね、割り込んでオーバーシュートの動きがありましたが、一旦反発が入りましてね、今は、えー、7.4円の上側に、えー、若干反発しているというところでございます。えー、そして、えー、ロングのポイントでございますが、冷やしチャートですね。 こちらご覧いただきますと今、ねえー、こっち今年の、えー、6月までね上半期で上昇トレンド続いておりましたが6月の中旬から移動平均線割り込みますと移動平均線の角度を、えー、こちらね右下下がりに切り替えて反発しても、えー、逆にね今まではサポートを受けていた移動平均線が今度はレジスタンスを受けるようになってしまったというところでございます。 よってこちらね7.5円から下側ですね、7.4、7.3というね0.1円刻みで今の状況ですとロングを取りながら、そして移動平均線、冷やしベースの24でございますが、 この辺りまで戻ってきたところで、しっかりとね、利益確定する。このような考え方でよろしいかと思いますのでね。今、全体の地合いが悪い中、一気にね、下げるところがあれば、次は7.4円と7.3円ぐらいでね、レバレッジに余裕を持ってロングを取りつつ、一旦ね、移動平均線付近に戻る場面があれば、利益確定。 超長,長期の、ね、ロングを取るというのは移動平均線が、ね、もう少し横ばいから右肩上がりになってから、こちら、ね、相場の転換期というのは移動平均線が、ね、右肩上がりになってきますので、まあ、そういったところからでよろしいかなと思いますので、今の段階では少し、ね、行き過ぎた、売られ過ぎたところから反発したところで例確定。これでよろしいんじゃないかと考えておりますので、ね、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上でね、えー、南アフリカランド園の解説を終わりまして、最後にトルコリライン、えー、こちらの解説をして終わりにしていきましょう。 はいえー、トルコリラ円の方は、えー、ちょっと、ね、先進国通貨と同じように円高方向に、えー、推移した24時間の時間軸でございますが、とは言ってもね、えー、上は12.86ぐらいですね、えー、下は12.78から 77,、えー、77というところでね、えー、10ピプスも動いているか動いていないかというところでございますので、特にね、15分足気にする必要はないと思います。 そして、ロングポイント、まあ。トルコリラはね、ペソやランドに比べまして優先順位は下げるんですが、こちらのね、今、13円から12.5円のところでね、こちらの赤いレンジを引いておりますが、この範囲内ではポジションを取る必要は全くないかなと。一つ、上方向に抜けた場合ですね、過去13円で上ヒゲで戻ってきてしまいましたが、一旦こちら上抜けて、その13円の上側で平均足が陰線要線。 いわゆるサポートが入った場合にロングを取ればよろしいかと思いますし。 逆に下方向ですね、12.50、こちらを割り込んだときには、史上最安値がね見えてきますので、その付近になりますと、ロング税の投げ、強制ロスカットが入ってきますので、12.50を割り込んで、大きくねオーバーシュート気味に下がったところ、そういったところでねロングを仕込んでいく。よって、この12.50から13円のところは様子見でよろしいかと思いますのでね、上抜けしてサポート、下抜けしてオーバーシュートで落ちる。 こういったところでね、ロングを拾っていけばよろしいんじゃないかと考えておりますのでね、引き続きこのレンジ内ではトレードをせず様子見でよろしいんじゃないか方向性が出てからでよろしいかなと思いますのでね、参考にしていただければと思います。はい、以上でね、今回の新興国通貨含めた10ペアず10通貨の解説を以上といたします。本日はね、YouTube ライブいつも通り21時間のライブと、 あとは FOMC スペシャルということで24時からですね、約4時間ぐらいね、喋り続けたいと思いますので、その2つのライブですね。まあ、お時間ある方はね、ご視聴いただければと思います。皆さんのね、質問にも特に24時からはね、あまり相場の方がね、動かないと思いますんで、皆さんとね、投稿しながら進めていきたいと思いますんで、ぜひね、FOMC の動きをね、チャートで見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 えー、それでは、えー、今日はね、4MC ありますんで、ポジション整理して、21時、えー、27時、えー、そこまでにね、えー、ポジション整理をして、えー、なんとかね、備えたいと思いますんで、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また、YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。